こんにちは,にちは京都大学学基礎物理学研究所の向山といいですね、えー、最新宇宙論の3大謎に迫るというタイトルで、えー、ダークエネルギー、ダークマター、インフレーションという宇宙、えー、の3つの謎についてお話をしたいと思います。えー、私の所属する最初にあの、えー、研究所の,あの宣伝をさせていただきます。 私の所属する基礎物理学研究所というのはですね湯川秀樹先生が最初の日本で最初のノーベル賞をノーベル物理学賞を受賞したことを記念して作られた湯川記念館が前身となっています。で理論物理学特に素粒子論と理論宇宙物理学それから原子核理論から物性理論の研究を推進しています。そししてて宇宙のに挑戦していると そういう研究所になりますもしも京都に来られることがあったら、ぜ、え、ひ、ー、湯川先生の,あの研究室も見られますので、えー、遊びに来てください。で、えー、とこの基礎物理学研究所から、えー、この東京オフィスへ来るには、えー、バスと、まあ、新幹線徒歩で大体3時間半ぐらいかかるんですけども、はい、大体300キロぐらいですね。で、えー、こ,れをこの距離をですね、あの光で行ってしまうとですね、たったの0.001秒なんですね。 なので、えー、1秒間でまあ500往復くらいですかできちゃうぐらいそれくらいの光の速さっていうのは速いんですねでこの速いそのすごく速い光をもってしてもですねあの宇宙の中にあるこの例えば太陽系ですね太陽系っていうのは非常に大きいので光でまあ4時間ぐらいかかっちゃうんですねここからここまでだから太陽系っていうのは非常に大きいものになりますですがこの大,きい大変大きなこの太陽系でもですね これはその銀河とっていうのは、まあ、その銀河の種類にもよるんですけども、えー、ものによるんですけれども、まあ、典型的にはその10万光年ぐらいの大きさを持っているというふうに言われていますで、まあ、この距離、まあ、想像もつかないかもしれませんけれども1光年っていうのは大体いい10の18乗センチぐらいあの0が18個ぐらいつくぐらいそれくらいのセンチ,センチメーターでいうとそれくらいの非常に長い距離になりますで光で1年かかる距離 先ほど1秒間でこの500往復東京と京都の間500往復すると言いましたがその光をもってしても1年かかる距離それが 1, 年1光年ですこれ10万光年ですからその光が10万年かかってやっと到達するぐらいの距離それくらいの大きさのものが銀河ということになりますでこの銀河っていうのも実はあの銀河団と呼われている構造の中の一部ですで銀河団というのは典型的には100万光年ぐらい の大きもちろんものによってんもちろんもうちょっと大きいものもあればもうちょっと小さなものもあります。まあ、典型的にはこんなもんであるというふうに言われています。でこの銀河団もですね実はもっと大きな構造大規模構造と言われているものの中の一部である。そのように考えられています。ということで、まあ、宇宙にはまあいろんな構造が、まあ、非常に大きな構造がこう入れ子のようになってできているということがわかると思います。 でさらにもっと大きな構造にもっと大きなスケールに行って最大スケールに行くとこれは宇宙論ということになります。つまり宇宙全体がどのようにして生まれてどのように成長してきたのかそれをですねこういう,う宇宙の謎に数式とデータを使って挑む学問これが宇宙論ということになります。今日はこの宇宙論の謎についてお話をしていきたいと思います。これはですね宇宙の歴史を大雑把に図にしたものです。 これ横軸が時間です過去から未来に向かって進んでいく左から右に向かって進んでいくでこの円筒のようなものがありますけれどもこの円筒の半径この大きさですねこれが宇宙のサイズだと思ってくださいだから最初はすごくちっちゃなところから始まったで最初になんかすごく急激な膨張があるんですねすごくちっちゃなところから大きな宇宙になったとでそこからなだらかな膨張が始まって 現在またちょっと傾ききが大きくなってますよねだけ加速しているというのが現在の宇宙というふうに言われています。でこの最初の頃に急激に小さな宇宙が大きな宇宙になったと言いましたけれどもこの時期のことをインフレーションと言います。それから現在の宇宙ここで先ほどちょっと加速しているかなっていうふうにお話し,しましたけれどもこの辺の現在の宇宙 を占めているものこれはダークエネルギー、ダークマターと言われています。でもですね、このインフレーションっていうのはそらくあったんだろうなというふうに思われているんですけども、それがどのようにして起こったのかというのは分かっていません。それからダークエネルギー、ダークマター、これが現在の宇宙のほとんどを占めているというふうに考えられているんですけども、これが何なのかというのはまだ分かっていません。これらは現在の宇宙論における三大などというふうに考えられています。これらが 今日ののお話のになりますまず最初にですね、宇宙の膨張についてお話していきたいと思います。宇宙の膨張を語る上で、最初にお話ししないといけないのがドップラー効果というもの。えー、とドップラー効果というのを聞いたことある人いますかあ、だいぶのしてますね。えーとまあ、車がこう走っているというときに、まあ、近づいてくると、この音が高い音に聞こえると。 で遠ざかっていく自分から遠ざかっているときには音が低く聞こえる、これがまあドップラー効果ですねで。音というのは、えー、音波音のあの、音波というのは、えー、空気の振動の波ですね。で密度があの高いところ、それから低いところ、高いところ、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 低いところというように交互になる。と 短くなるでそのために、えー、周波数が高くなって音が高く聞こえると逆に後ろにいると、まあ、この、えー、隙間がこう空いてしまうので周波数が落ちて、えー、音が低くなるこれがドップラ効果ということになりますでこれは音,音,音波に対するドップラ効果なんですけれども、えー、実はこの光もドップラ効果を起こします光とというのは電磁波波れる波です ですから、えー、電磁波も同じように、つまり光も同じように突破効果を起こします。ですから、実はこの、えー、と前から自分の方に近づいているあの救急車を見ると、あるいは車を見ると、ちょっと青く見えます、本当は。で遠くから逆に自分から遠ざかるときには赤く見えます。で、えー、とこれほとんどあの気づかないと思いますが、というのは、えー、とこの車の速さ、例えば時速60キロというのは、光の速さに比べて非常に遅いので、 このちょっと青くなる、ちょっと赤くなると言ってもほとんどわからないですね。でもですね、銀河、遠くの銀河を見てやると実際にこれ赤く見えます。これなんでかというとですね、先ほどは例えば車の場合だと時速60キロとかそれくらいだったかもしれませんが、銀河の場合にはですね、秒速、秒速ですよ。1秒間に1000キロというようなそういう速い速度で自分から遠ざかっていると。地球から遠ざかっていると。 いいうようよに考えられていますそのために赤くなっていると秒速1,000キロというと光の速さに比べても無視できないほどの速さですから実際に赤く見えるということになります。これをですねハッブルという人は1929年に発表した結果ですけれどもいろんな銀河に対してどれくらいの距離で距離の銀河がどれくらいの速さで遠ざかっているか。 どれくらい赤くなっているかということを調べてやりましたでグラフにしたんですねでそうすると遠くの銀河ほど早く遠ざかっていると赤くなっているということが分かりましたこれはどういうことかというと実はこれは宇宙が膨張しているということを示しています向こうの銀河は向こうに向こうの銀河は向こうに遠ざかっていますからなんか宇宙全体が膨張しているということになります ただですね、ちょっと不思議に思うかもしれません。自分がこのなんか特別な場所にいないと、えー、とつまり、地宙の中心にいるかのような気がします、しがするかもしれません。つまり、向こうの銀が向こうに行くし、向こうの銀が向こうに行くと。なんか自分が中心にいるような、そういう気になるかもしれません。でも、そんなことありません。ちょっとこの風船の表面を、えー、宇宙だと思ってください。でこの風船がですね、えー、ちょ膨張していくと。 いうときに、えー、ここに地球があったとして銀河はここにあったとしましょうそうすると風船膨張していますから、えー、この地球にいる人にとってはこの銀河はこっち側に遠ざかるように見えますしこの銀河はこっちに遠ざかっているように見えますじゃあ銀河はそのままにしておいて地球をこっちに置いてみましょうそうするとやはり今度は やはりこの地球に対して地球から近づあ遠ざかるように動くということがわかると思いますですから宇宙のどこに住んでいたとしても同じハップルの補足になるということがわかると思います地球は特別な場所にいるというわけではないというわけです宇宙のありふれた場所でにいるんだという考え方これは宇宙原理というふうに考え言われています ということで、ハッブルの法則から分かったことは、宇宙は膨張して薄まっているということです。ちょっと空を見上げてみましょう。で宇宙マイクロ波,マイクロ波背景輻射放射と言われるものが、えー、衛星による観測によって分かっています。これはですね、いろんな方向からやってくる電磁波を調べてやって、その温度がちょっと高かったり、ちょっと低かったり。と。 というのを調べてやると、そういう観測です。で、そうするとだいたい十10百万,万分の一ぐらいの揺らぎが見つかっています。これはだいたいその海のえっ、ー、と波でいうと、百メートルぐらいの深さの海で一ミリぐらいの定めが立っているようなそんな状況です。非常に小さな波です。非常に小さな揺らぎになりますが、それを実際にあの観測されているということになります。 これはです、ね、宇宙の、えー、と昔,、えー、昔の,この音ですね、音波が、えー、音波のある意味、そのスナップショットという言い方ができると思います。稼、ま、ぎ、あ、ですね。ある時期の、えー、宇宙の状態を稼ぎ、えー、のようにして撮ってきたと。それを見ているんだという言い方ができます。で またこの宇宙の歴史のこの図に戻ってきますと宇宙背景復社というのは比較的宇宙の歴史でいうと初めの頃にあったものこれを現在見ているというように考えることができますでこの宇宙マイクロ波背景復社の意味することこれはいろいろあるんですけれども一つはほとんど東方ということです先ほど10万分の1と言いました、まあ、ほとんど揺らいでないということですね一番大事なことはほとんど東方であるということです 温度でいうと、絶対温度でいうと2.725ケルビンというぐらい非常に温度は低いんですけれども、ゼロではない。それがほとんど東方一応であると。つまり、温度、ここで T と書きましたけれども、温度は空間的に一定であるということになります。でもですね、空間的には一定なんですけれども、時間的には一定ではありません。宇宙が膨張していくと、この電磁波、 これは波長というものを持っていて、えーまあ、典型的な長さがあるで。その長さというのは宇宙膨張というよ大きくなっていきますで。大きくなっていくとそれとともに、えー、温度は低くなります。まあ、先ほどのこの図でいうと、えーこのまあ、膨張していて薄まっていくということに対応して温度が下がっていきます。なので逆に言うとですね、えー、宇宙が小さかった過去には 温度はとても高かったということになります膨張して薄まっているということは昔は高温高密度だったということになりますでこれをどんどん遡っていくとですねビッグバンといわれる非常に高温高密度の状態に遡るということになりますここから始まったんだということになりますで過去の宇宙を下がるにはですね より高エネルギーそしてより小さな構造が重要になってきます、えー、とこ左側が過去で右側が、えー、と未来、まあ、現在の方向になっていると考えていますでそうすると、えー、高温の状態から低温へ行くんですが遡っていくと低温から高温に行くということになりますそうすると、えー、原子まあ我々の知っ、えー、ているいろろな物質というのは原子からできているということを になっているわけですけれども、その原子というものは細かくしていくと電子と原子核というものになっているということを聞いたことがあるかと思います。この原子核もですね、細かな構造を見ていくと核子というものに行き着きます。その核子もですね、細かく見ていくとクォークというものでできているというように考えられています。このようにして宇宙の過去に遡っていくとこういう小さな構造がどんどん重要になってきます。 言い換えるとですね過去に,遡ると温度が非常に高くなっていってていさままざなな構造がバラバララになってしまいます今原子というのがちゃんと構造を保っているわけですけれども温度をどんどん高くしていくとバラバラになってしまいますで原子核あるいはクオークといったそういうものに戻ってしまいますじゃあ逆に言うとそういうバラバラの状態から現在の物質の構造はどのように作られたのかということが疑問になるかもしれません この疑問に、あの宇宙の歴史、あの熱視の中で、物理法則を使って説明していくということが必要になってきます。これがその元素合成、あるいはバリオン生成と言われている、題材になります。今日はちょっとバリオン生成について、お話しする時間はありませんけれども、元素合成について、少しお話したいと思います。元素合成は、だいたい温度でいうと、まあ、0億度ぐらい、の時に、起こったというふうに考えられています。 で宇宙膨張というのは、えー、一般相対性理論アインシュタインの作った一般相対性理論によって記述されるとそれで、えー、この宇宙膨張を記述するには一般相対性理論に対して、えー、エネルギーミストというのを、えー、代入する必要がありますそこで素粒子の標準模型というのを使って、えー、エネルギーミストがわかるとさらにこの宇宙膨張している、えー、そういう時空の中で宇宙の中でどんな物理かというを考えるかというと原子核物理 こういうものを組み合わせていって一点初期条件の中でバラバラだったものがどのように元素として形成されていくのかということが研究されていますで初期条件としてはバリオン数これ物質ですね通常の物質の数と電車の光,の光の量これの比だけで決まっていますでこれなんでかというと 非常に高温では熱,熱平衡状態が成り立っているという,うに考えられていますので温度だけでほとんど決まるんですね。でこの比が決まっていると物質の量は保存しますし光の量は温度で決まりますので食条件は完全に決まるとで。そこからこういう物理を使って計算していくとこの1つの量だけで全部軽元素といわれる比較的軽めの元素の量が全部決まってしまいます。 でえー、観測と比較するとちゃんと一致するということが、えー、確かめられています。ということで、えー、ビッグバン標準宇宙論先ほどのビッグバンという非常に高温高密度から始まった宇宙論というのは、えー、まず宇宙膨張ハッブルの法則ですねこれを説明できるそれから、えー、宇宙背景複写これも説明できるさらに元素合成という 軽減層がどのように作られてきたかということも説明できるという意味で非常に成功していますところが効果不効かこのビッグバン標準宇宙論は完全ではありません先ほど話したこのインフレーションダークエネルギーダークマーターという三つの謎があるからですこれから先はこのインフレーションダークエネルギーダークマーターといった宇宙の謎についてお話をしていきたいと思います まずインフレーションというのは先ほども少しお話ししましたが小さな宇宙が急激な膨張によって大きくなったという宇宙の初期に起こった現象ですそれからダークエネルギーダークマッターというのは現在の宇宙を満たしていると考えられている成分ですこれらはあるあるいはあったということはまあ観測あるいは理論的な考察から確かだろうというふうに考えられているんですけれどもその実態は何かというのはいまだに分かっていません とということで観測が先行する非常にエクサイティングな時代であるということができると思います。